どうもサングラス兄弟の、なんです。はい。じゃ、こちらのね、あの、フュージョンアーツの、ボックス、3パック、行ってみたいと思います。本当ごめんなさいね、3パックずつ。ほんと、一気にガーッと開けたいんですけど、ちょっと編集がね、何度も来いようですけど、すいません。ちょっと下手なものですから。じゃ、行きましょう。1パック目、えー、開封します。絶対に上の方ですね。上の方を切ってください。はい、じゃ、行きましょう。まず、記念すべき1枚目、ドン バルチャイ出ました。バルチャイ。この前出ましたね。バルチャイ。覚えてます。バルチャイ。特に言いとないです。2枚目行きましょう。ドン。ルージュラ出ました。ルージュラ。これ初代なんですよね。ルージュラ。ルージュラ好きでした。ジュラ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 ルージュラ出ました。はい。えー、じゃ3枚目行きましょう。3枚目。ドン。ワニノコ出ました。はい、ワニノコ。 ワニの子チュコリータ、え火、ー、の嵐ですね。自分絶対火の嵐ですね。はい。なんかやっぱ火で,ですね、選んじゃうのは。他にも全然かっこいいんですけどね。つい火を選んでしまいます。ワニの子金番。私持ってました。はい。4枚目行きましょう。4枚目。ドン。立ち塞ぐま。立ち塞ぐま。立ち塞がってる、立ち塞がってるクマ。立ち塞ぐま。はい。 立ちふさぐま、当選もされてます。見事に。はい。立ちふさぐま、最新ですね。じゃ、5枚目行きましょう。5枚目の、のンモスの出ました。モスの、これな、持ってたかな確か。モスの。多分、えー、ね。2枚目くらいですかね。今回レアカードは、この、立ちふさぐまのみでした。はい。次、行きましょう。2パック目、開封したいと思います。2パック目ですね。 このね、ミュウのこのパッケージのこれがもう可愛いものをまんとって、ミュウは初代ですから、1枚ぐらい出ねえかなと思ってます。行きましょう。1枚目、ドン。これ、ブルーですね。ブルー。あれブルーって金版でしたどちょっと忘れちゃいましたけど。なんか知ってますね、ブルー。ブルー出ました。ブルー。2枚目行きましょう。2枚目、こちら、キャタピー。はい。キャタピー出ました。サトシの一番初期の キャラクター、キャタピー持ってます。3枚目いきましょう。3枚目、ドンここラ出ました。ここ柄。ここ柄鳥柄。まあ、前もやりましたね。ここ柄鳥柄持ってます。いきましょう。えー、っと、えー、4枚目ですね。4枚目、ドンん,んトラバルト出ました。トロ、トラバルト。 見たことないですね。トラバルト。多分、最近のカードなんですかね。トラバルト。はい。えー、じゃあ5枚目がきましょう。ラスト。ドンビリジオン出ました。ビリジオン。特にならな,ないですね。多分、最近のカードじゃないですかね。はい。で今回、レアカードは、こちら。ドラバルトになりました。ドラバルト。1枚のみと。はい。ありがとうございます。最後。3パック目。 来ております。ラスト3パックです。基本的になんかちょっと分かってきました。あのー、パック開けて、レアカードっていうのは多分4枚目に入ってますね。一番最後カット思わせて4枚目なんですね。それ、新しい発見しました。じゃあ1枚目行きましょう。まあ、どうでもいいんですけどね。多分、多分、皆さんはも、それぞれ知っていると思いますけどね。はい。じゃあ1枚目行きましょう。1枚目こちら、ドンはい。トランセル。トランセルトランセル硬くなる。硬くなる。 はい。固くなる1枚出ました。2枚目。ドン。ガーディー。ガーディーといえばシゲルライバルの。シゲルのガーディーからガーディーが進化して。忘れた。忘れたけど、シゲルガーディーの進化系、確か思ったような。はい。ガーディー。大好きです、ガーディーは。3枚目いきましょう。3枚目。ドン。んどこにあ、エネコロロ。エネコロロ。 これなんだろうエネコロロ。エネコロロ。うん。金馬か銀馬か忘れま、忘れましたけど、エネコ,コロ出ました。えー、4枚目。4枚目。これがレアかどうかですよ。ドン。ノーマルです。噛みつきのきらめき、あ、噛みつれないですね。すいません。噛みつれのきらめき出ました。女性は相変からずわ愛い。えー、じゃ5枚目行きましょう。5枚目。ドン。はい。ノーマルカードお ゴローニャ出ました。ゴローニャ。これもうあれなんだよね。ゴローニャ。大爆発覚えてないですけど、なんか、大爆発するような感じの絵になってますね。ゴローニャ。これー出ました。えー、今回は、えー、3パックかけて、レアカードは1枚も、なしです。はい。すいません。え、い動画ではありましたけど、ちょっとあの、活舌ね。 私、足ちょっと悪いので、そこら辺だけは、あの、ご承知ください。はい。また、すごい、またね、はい。ポケモン動画、まだ残りすんごいあるんで、ちょっとやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とか、高評価の方よろしくお願いします。失礼します。